今多分みやびさんの方で、うん、行った？行ってるはず。ん？うん、そうだね。さすがに1時過ぎると人の集まり悪いな。そうね、 COD は COD8 時台とかが一番いいよね、やるとしたら。やばいな、なんか久しぶりすぎるな。いつでもしびれさせてやる。そっか、この前武器プレステージしたから何もないんだった。あれ配信になってねえぞ。嘘、分からん、ちょっと待って。携帯の方が遅れてるかもしれん。チームデスマッチ、マーセナリーはすべてマッサージ。あ、いや、なってるわ、なってる、なってる、なってる。うん、あれ携帯の方来ないんだけど。あ、来た。こちらが主導権を取った。敵を排除した。あばよ。怖い怖い。そうね、やだね。ゲーム片付いた。ちょっと怖いからみんなに任せて俺は戻る。シカマイレディ。もう PC やってる側からしたらもうオートエイムすぎて怖いんだけど、うん、マジで。すんげえ勢いでついてくる。敵のタックデプロイビーコンが起動。すげー勢いで頭に抜かれたわ。敵かよ。キルデス見てもだって普通スティックでそんな頭直で狙えへんやん、うん、だいたいエームのやつを押してこんな感じで。リードを失った。どうせこの辺にいるんだろう。くそ。じゃあやっぱマイクこれこんぐらいだな。やっぱマイク。プロフェットキル。多分その。いいねしとくか。いいね。片付いた。うわ。敵の UAV が旋回してる。なんかめっちゃ殺せなくなってるな。今日これにハマってたんだよね。あ、UAV落とすやつ。そうそうそう。で、あえてこれのまま突っ込んで、うん、ショットガン代わりにこれを使ってた。あ、わかる。それはでも強いよね。ちょっとね、動きがもっさりするんだけどね。もっさりするけど強いよな。うん、敵
キオスタンって書いてあるけどどこにいるんだ。あい、こっちか。お、誰かに殺されてさ。待って、なんで当たんないんだろう。なぜなのか、多分横歩きしてるからじゃない。カニ歩きしてるから。やべえ、全然勝てねえ。あれだよ、みやびも横歩きすれば大丈夫じゃん。右左右左って、それする理由がそのエイムを外すためだから。まっすぐ突っ込んで打ってるから、スティックを前に倒して行くんじゃなくて、右と左で左右にして相手狙えばこんな感じでしょ。通知する、敵のタックデプロイビーコンが起動。まあそうそうそう、そんな感じで。こちらが優位に立っているぞ。これね、スティックでやったらねめっちゃ難しいんだよね、うん、まあ比率的には 7-3 ぐらいがちょうどいいね。最初に3、右に動いて、こう綺麗に交互に右左右左って綺麗に入力すると、なんつうの、そのまま続けろ、同じ位置を、うん、半々で動いてるから、うん、要するに真ん中その間を打っとけば弾が当たっちゃうわけよ。だけどカニ歩きしながらどん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 右にずれていくか左にずれていくかによって、あの弾が外れやすくなる。右、まあそこまで歩かないけど、右に2歩歩いて左に4歩歩くみたいな、そういうカニ歩きが理想だね。なんか撃ち抜かれてるぞ。よかったよ、買ってくれて。いい感じですね。やっぱあれだね、一時やらないと UFF いつら出せないね。そこをクラッシュにすることによってめっちゃ出しやすくなるんで。クラッシュ、うん、あのボーナス弾で溜まりやすくなるから、うん、でそれでさらに装備チャージをつけると恐ろしい速度で出せる、うん、装備チャージつけるとスキルストリークがさ、スコアストリークがさ、うん、減るじゃん100ぐらい、うん、これでしょ。うん、でそれでクラッシュのボーナス弾やると、うん、でもねクラッシュのいいとこはね、味方にも反映されんじゃん、うんうん、味方も結構そのスコアストリーク出してくれるから試合自体にも勝ちやすい。結構あのなんつうのチーム編成で一番いいのは、うん、あのキャラを最初に全然選ばない人いるじゃん。ああいるね。うん、あのただ普通に何でもいいよって人じゃなくて、みんなのあれをやってから決める人いるじゃん。いるいる。あれでクラッシュがいなかったらクラッシュにする人はちゃんとそういうのを考えてる人だね。クラッシュはねもうね一人いるのといないじゃ全然違うし、二人いると余計楽。ずっとボーナス弾もらえるから、あのクラッシュ二人で今回完璧やな。だからスカベンジャーもいらなくなるし、 SMG 使ってても弾切れがまずない。 うん、基本あれボーナス弾やったらさ持てる弾はマックスまで一気にいくから、うんうん、だからリロード何回分、5、6回分、どこによって違うか。うん、このマップ俺初めてなんだけど。何？あ、それマジクソマップよ。
端っこから端っこまでが超短い。いつの間にこんなの出た？でもほんと最近ここ数ヶ月じゃない。マジクソマップよ。もう速攻回復入れんとやばいマジで。撃たれたら。回復間に合いますか？優位を失った。いやもうこれ優位とかさ。うん。そんなこと言ってる場合じゃないって。敵しかいない。マジ近いよ、ほんとに。敵の UAV が旋回してる。強ポジがあるんだよ、それ。まあ、右から行くんだったら、そのまず小屋の後ろ。小屋にへばりつく。この右。そこにへばりついて、反対側ボタン。ああ。そこに密着してね。あとはそこの車ポジじゃない。車ポジのそのミラーとかガラス越しに撃つとか、このさっき言ったここの辺ってことでしょ。そう。そっから一方的に撃って、あとはその上の窓だけ気をつけては大丈夫。敵の窓側、そこ窓で、そこでしゃがんだりして撃てばもう完璧よ。いや、プレフォーだとな、その、なんつうの、エイムアシストがあるから、なんとも言えねえな。マウスだとさ、もうエイムがさ、もう自力エイムやん。ファイアブレイクを抹殺した。難しいよな、逆にプレフォーって。お、出たで。補給だ。あれば。装備で。アシャルトパックが破壊された。で、ね、その装備はね、あのリスポーンした時に、うん、出すといい。リスポーン1枚。味方だった。うん、装備がたまるやん、うん、で。そしたらもう攻めて、で死んだ時に。即出しみたいな。するとみんながスポーンしたときに、拾っていくみたいな。拾っていく。ガストリーも溜まりやすいし、玉切れも起きないと。しかもこういうマップだと、あのお互いのスポーン位置が一箇所一箇所しかないから。もう絶対入れ替わらないでしょ、これ。あ、でもね、変わるよ。変わるの？これが、変わる。味方が一人敵陣地に鬼攻めすると入れ替わる、うん、綺麗に。マジで。うん。UAV を要請する。強い。ファイアブレイクやるのが強いね、これ。強い。配信が見てるからちょっと俺は遅いけど。プツ何なの？あ、これか。トリアージシステムを使う。うん。まあ一番、まあ出しどころね、なんとも言えないんだけど、味方が撃ち合ってる時とかに、うん、とか、敵のスポーン位置に、うん、みんなで突っ込んでる時とかに使うと強いね。うん、要するに HP で全損したのを一気にフル回復できるから、打ち合いしてる時の味方が HP が一気に回復するから、打ち合いに絶対勝てるんだよね、味方が。ああ、それはでかいな。うん。戦況は悪化している。カーマは普通に自分があの回復ない時に使うとか、さっき使ったけどまた撃たれてない時に使うとか、こちらがリードを奪った、こんな感じ。まあでも普通に、もう溜まったら即勝ってもいいし。あ、でもそれが一番無難かな。だいたいこれさ、1回の試合に、1回しか使えない。2回いける。2回いける。あ、でもね、2回いける。クラッシュは2回いけるね。しかもなんか僅差で負けてるし。
このねステージマジきちいよ本当に。本当こ大体僅差だもん。相手がよほど強くないフィール。まあね、みんなもう殺しちゃってる。さっきのさ、うめえな。やってください。何このムービーみたいなの。スキップできるしかも。マジで久しぶりにやったのに負けてばっかりだな。普通に15キルしてんじゃん。15 俺いつもねここで選ぶときに毎回ランダムに入れんだよ俺。ランダムこれさっきのところじゃないの。うん、なんでここ好きな人がいるのか。まあすぐ戦闘切るからね、まあ、マップの端からあの真ん中まで行くっていう必要がないよね。ああ、なんかココさんに怪しいんだけど。なんか強くねそいつら。完全にやってるやつらや。ちょっとトイレ行ってくるわ。オッケー。メディックは任務に就く。チームデスマッチ、我々の力を見せてやれ。ウヘッドから撃ってきた。1個聞いていい？敵の UAV が旋回している。プレイ4版ってさ、グラフィック設定ってあんの？グラフィック設定？うん、っていうこと。画質良くするってこと？そう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 、あの COD の、あ COD 内でのグラフィック設定ってあんの？いや多分ないはず。みんな一緒ってこと？そうそうそう、あの PC 版とかさ細かくできんじゃん。そうなの？うん、影とかあの、なんつうんだ、全部設定できる。画質設定を。なんつうんだろう、プレフォーは基本、警戒しろ、みんなこれだよ。あ、そうなんだ。変わんないってことね。まあ、俺は、うん、あの、モニター、うん、モニターの方の明るさ調整とかで、ああ若干暗いところも見やすくしてるかなって感じ。上空に敵の UAV。 なるほどね。あ敵がいるぞ。大変なところに補給だ。早いものが来たぞ。死んだからよかったわ。やば、めっちゃ負けてる。敵のヘルストーム接近。味方抜けてんじゃねえ。敵のウォーマシン。味方の後頭部に直撃した。ちょっとランチャーってさ、若干上向きに飛んでたよね。ああ、攻撃手を確認。狙うのちょっと難しいもんね。まだ負けたわけじゃない。マジ強すぎやつだ。意味は
わからんナイファーの強さ。あー確かに、まあ近距離最強だしな。奴らが補給してるぞ。ここから走ってきてもやられる時あるしな。めっちゃジグザグに動いて倒しきれなくて殺される時ある。敵がストライクチームを展開。発狂しそうになるし。クソ、前の車にあった。大丈夫ね、やっぱ音量バッチリよ。音量バッチリ。今結構ね、うん、画面は両方見やすい感じにしてやる。敵がいるぞ。いい感じじゃん。クリーンキル。強っ。うまいな。ちょっとこのマップ嫌だ。普通のマップがいい。これがさっきのってことか。あれ、これも新しいとこ？その左？そうそうそう、これ。いや、それは前からあるっていうか、あの最初からあるあそこ、うん、あのワインとかのところ。あ、ワインとこ、ワインとこ。あ、こんなんだったっけ？の雨降りバージョンだねこれ多分。雨降ってねこれ。雨降ってんね。雨なんて前まで降ってなかったよね。本当だ、グラフィックスってないね。ソーシャルって何なの、うん、ソーシャル？うん、三角ボタンで。ソーシャルなんてあった？うん、なんか三角押したらソーシャルってあった。でもソーシャルはあれか。普通にチャットとかかな。最後。PC 版だとその下に歯車マークついてて、うん、歯車を押すとそこで、うん、マウス感度とか、うん、あとモニターの設定とか、うん、グラフィックの画質設定とかできる。マジでチームデスマッチ。画質いじれるのか。戦闘開始。高画質にするやつもいるし、うん、FPS 稼ぐために、うん、画質最低にしてやる人もいるし、うん、解像度変えたりとかいろいろ、ね、なんかさ、こっち今回4人しかいなかったような気がするんだけど。うん、いなかったね。エネミーダウン。あんま舐めたことしすぎた。アサルトパックを用意した。基本打ち合いしたら回復押す癖つけた方がいいよ、うん、まあ敵が近くにいなければね。スティームショット作れば、うん、あのリロード中に回復加速するから、うん、まあ、敵が近くにいなければスティームショット、あの回復打ってリロード、うん、それとすぐ回復できるから。上空に敵の UAV。 あとその城のさ、うん、大バカあるじゃん、移動してるとき。うんうん。
そこは常に曲がり角の隅とかに置いといた方がいい。マジで曲がったりする時とかね。あと敵がいそうだなっていう、敵が出てきそうなとこに常に合わせながら移動するといいよ。そうすることによってそっから敵が出てきた瞬間に ADS した瞬間にエイムが合うから。なるほど。そう、もう白枠に内に敵が入ってれば勝手にエイムが合うようになってるはずだから、プレイ方法は確か。そうなの。そうそうそう、その白枠内に敵を収めた状態で ADS すると、うん、確かすぐ合うようになってるはずだから。いや、その状態だ。まあ例えばさっき今下り坂下ってたやん、うん、そしたら通路に合わせて、うん、常にその白い枠を動かし続けるみたいな。曲がり角そこ曲がったらそのさっきの丸い、うん、あの通路に対してずっと白枠入れ続けるとか、敵が現れそうなとこにその白枠を入れ続けるっていうのが大事よ。あれ？ちょっと待ってノーシグナルってあったけど とさ、この、うん、なんていうの、 HDMI のさ分配機の調子がめっちゃ悪いんだよね。あーね、分配機でプレフォートスイッチと切り替えてんだけど、うん、さあ行ってみよう。開始した。タックファイブレディ。上空に敵の UAV、 アサルトパックを用意した。階段登るときもその白い枠を常に、あ、なんていうの、入れるといい感じや。今見たわ。上空に敵の UAV。 ちょっと待って、60対60だ。あ、今ブースト入れた方がいいかも。遅れを取っているぞ。敵の UAV 空域に複数装備出して、このままではダメだ、気合を入れろ。やばいよ。 UAV の攻撃だ。殴られてる。Y の方ってみんなやりやってんのかな。そうだね、 Y んだね。ちなみに感度ってなんぼでやってんの？生存者は所定の回収ゾーンに向かえ。感度これなんだったかな、6とかだよ。ああ、やっぱそんなもんだよな。あんま早すぎるとなんか逆にやりづらい。 UAV の攻撃を許可する。だっけ、誰かプロの人は5だったな、確か。なんで LMG あんなみんな使えんだろうな。みんなうまいよね。みんなうめ。とりあえず、うん、
めっちゃいい効果があってたけど今カシャーンやっぱエコーかけて開けた方がいいのかなと思ってでもね俺の方だとさディスコードだからさ、うん、若干音途切れちゃうんだよね残響音がああなるほど、うん、配信側はすごい残響してるだろうけどしゅかみんな2人ずつでやってんじゃんこれさ、うん、FPS やるのはいいんだけどさ、うん、FPS やってる間はさ禁煙じゃんさあ行くぞ、うん、それが辛いんだよねタバコ吸ってたら本当に死ぬからねそうねもうそこは酒に頼るしかないよチームデスマッチ死んだ時にグビって飲むか死んだ時に一吸いだけするかあれプルームテック買ったんだっけプルームテック持ってるよそれでいいんじゃないの俺いつもプルームテックでやってるよ持ってる時はのメンソールでプルームテックとりあえず2本あるよ俺プルームテックだったらすぐ吸えるやん、うん、俺それでやってるあいつ。いいやつよおお。全力ダッシュしてるやつなんかさアサートパック準備完了、うん、あ、間違えたシーカーだと思って使ってしまったあと撃たれた時は、うん、もうすぐ回復ボタンを押すってつけた方がいいね場所が分かんない時はいくらでもあるみんなアサートパック使ってくれるっていうねうんとりあえずここにあとは何やろ曲がり角とか敵がいそうだなってとこは、うん、ジャンプして ADS して顔出すといいよジャンプしてからうん特にいそうなところは本当に ADS して、うん、あのなんつうのほぼ決め打ちの状態を作る状態がいいねいなかったいなくてもなんつうんだろう AD まああのなんつうの今みたいに狭いところとかはいいけど、うん、あのそういう戦車があるところとかちょっと長い距離がある、うん、こう曲がるときは ADS した方がいい曲がり角出た瞬間にでそうすることによって、うん、なんつうの ADS するまでの時間が短縮されて打ち合いに勝って、うん、勝ちやすくなる敵の戦闘員で ADS してその ADS 内に敵が収まってないときは ADS を解除してその白枠内に敵を入れてから ADS し直すみたいな瞬時にアサルトタックを用意した外してスティックカチャってやって全員いるものですが ADS して撃つみたいな癖つければもう完璧よなかなかに FPS で難しいよね立ちの悪いチーム。そうねもうほぼ反射神経の世界だからねそれだけ ADS し、もう、俺の配信とか見てたらそうじゃん。常に ADS してんじゃん。ああ、してる、ね。ガチャガチャガチャ。あんな感じだね。あの、なんだっけ。レーザーサイトつけてる武器とかだったら、全然いいんだけど。レーザーサイトつけてない武器だったら、もう ADS して撃たないとさ、当たらへんやん。
な当たらね。そうそうそう。ほうほう、そっちに向いた。あとはあれだな、こちらが優位に立って前進して撃ってるから、やっぱりいやそこをリードを失った、スティック横に入れて撃った方がいいかも。敵の UAV が旋回、そっちの方が撃ち合いも勝率上がる。なんかいたぞってあれはねほぼね無理よ、あれ勝てない。あれだって硬くなるしね、敵自体もあれやってる時に。カチカチだからな、ファイヤーブレイク。放射線とか出してる時もカチカチだからねもう俺一人を確実に仕留めに行くわ。後ろから来たらおしまいだな。タコ、敵の UAV が旋回しているやばい、こっちから来てるっぽいぞ。いたっアサルトパックを展開、取りに来い。ADS するときのボタンって何ボタンで ADS するの？プレフォーって。デフォは L2、うん、ああ俺はやりにくいから L1 に変えてるけど。ああなるほどね。医療システム使用可能。普通だと、うん、デフォ配置なら L2 でやって、うん、R2 で打つって感じかな。うん、スプラトゥーンみたいな感じか。そうそうそう。しくじったな。生存者は撤退し、体勢を立て直せ。クリスマスで安くなんねえかな。プレフォーって安くなんねえからな。セントリー起動。今あれだったよ。3000円ぐらいで出てんだっけ？いくらだったっけ？ COD なんか安くなってたよ、ちょっと。マジで？ 5000 円とかになってたような気がする。今日なんかセールのメールが届いてた。PC 版はあの安くなってんの知ってんだけど、プレフォーは分からへんな。でもプレ4やると PC 画面見えないっていうね、モニター一緒だからプレ4やる。ああそういうことか。そうそうそう。だからどうすればいいんだ、音は聞こえるのかな音うん、PS4 ってイヤホンジャックみたいなのないよね。 PS4 自体にってこと？うん、 USB だよな。 USB だね。じゃあこのパワーレベルに異常なし、プレ4のあれ使えばいいのか、ボイチャ。プレフォーのボイチャは結構きついものがあるよ。きついのある？うん、プレフォーのボイチャで結構ゲームやってたけど、うん、なんかホワイトノイズがひどいんだよね。ああなるほどね。進入後、
定し破壊しろ。もうなんか常にさーって言ってる。こちらがユルに決まっているぞ。戦況は悪化している。俺どうすればいいんだろう。あれはキャプチャーボードでやったら PC から出ないのと。ああ PC から出るね。キャプチャーして、これをキャプチャーして、俺の場合はキャプチャーして、キャプチャーして配信ソフト立ち上げて、配信ソフトで聞けばいいのか。俺が今もうプレフォー自体の、まあ映し出してるモニターの方の音はミュートにして切っといて、普通にあれじゃね、キャプチャーして PC の方に音全部取って、それを聞いてるって感じだね。そうだよね。で画面自体はやっぱ遅延が出るから、画面だけ別のモニターに移して、味方のタックデプロイビーコンオフェンって感じだね。あでも俺スイッチで敵を引き離している、ディスコードしながらスプラトゥーンやってたからできるか普通に。スイッチってディスコードできる？いや、PC で、PC で通話しながら、プラトゥーンの、キャプチャーして聞いてたから、それと同じやり方すれば、できるかと思って。バッテリーはキャパ掲示を要請する。DMR ワンクリックでさ、2発ぐらい出て即死するやつあるよね。ああ、あるね。2発当たったら死ぬっていう。マジ卑怯だと思うもんね。マジでな、なんか強い武器が、なんかしかもそれを解放するまでがなんか大変だった気がする。なんか続々と走っていってんだけど、後ろからついていってみようかな。なんかオペレーターもっとつけないといけないんだよね、確か。ダメだ、やっぱゲーム中に調子に乗っちゃいけないね。ああそうだよ、味方に迷惑をかけてしまうからね。いたのか。あと少しだ、戦績を残せ。俺ってこれでも崩しない？大丈夫これ。お、大丈夫だね。なんじゃこんぐらい下げても大丈夫そう。スナイパーに警戒しろ。シーカーマイン、オンライン。ここまで上げる。え、今これは？これダメか。これ普通に聞こえてる。これ聞こえてる？ああ、こんぐらいまでいけんだな。今みんな調整して、こう作戦エリア制圧、政府軍の勝利だ。これも聞こえてる？うん、聞こえる。ブレイカー。
強っ。うまいな。マジで皆さんうまい人ばっかりだよね。よくプル4でそんなサクサクいけんな。マウサーか？ソーシャルこれだね。パーティーの管理とか、最近のプレイヤーさんたちが見れるっていうやつ。ああ、じゃあグラフィック設定とかないんだやっぱ。うん。もともとそのマウス感度とか変えるところとかどこで変えるの？あ、感度変えるところ。うん。感度変えるのはどこでやってたっけ俺。ホームに戻らないとダメなのかな。あ、どっかここだ。これだったかな。違う、これじゃない。あれどこだったっけ。なんかね、意外と難しいところにあるんだよね、うん、俺最初めっちゃ分かんなかったもんね。これ違うストーリーみたいなやつだよね。これついにそこでスタートとかじゃん。あー、この辺だ。操作方法。水平垂直6の6かな俺。ああ、そこのす、あ、グラフィックったんじゃん。グラフィック、グラフィック、あ、そういえばそこの操作方法で、そのターゲットアシストが M アシストったんじゃん。うん。うん、それはオンでいいんだけど。うん。ね。コード乗り越えオフ、リロードによるキャンセルオフ。うん。だったら大丈夫かな。前一回アップデートでさ、リロードによるダッシュキャンセルってやつがあってさ、うん、それ勝手にオンになるっていうバグがあったんだよね。マジで。俺ここを反転してるって感じ。ああ、なるほどね。 L1L2 と R1R2。 そう、グラフィックってとこ見てみて。グラフィックは明るさ、配信側まで反映が遅すぎる。ああ、やっぱそれしかないんだな。で、これが味方とかの色かな、多分。うん。プレイヤー名。画面分割、そんな感じだね。なるほど。グラフィックもなんか細かく変えれたらいいね。うん。パフォーマンス重視とかさ。ああね。うん。品質重視とか。暴力表現オフにしとこう。まあ、ありかもね、それもね。あれやってみようか。ビンゾ。あえてのあれ。これ一回しかやったことないんだよね。ああ、ブラックアウト。うん。俺も
2、3回しかやってないな。難しいんだよね、ブラックアウト。バトル終わって、しかも死ぬとき一瞬だし。しかもさ、1だもんね。もう何よりキャラがダサくてね、最初。多分これ買っていったら解放みたいな感じだよね。そうそうそう、アンロック式。勝てねえもん、普通に。うん。でもデュオにやってるよ、デュオ。マジで。多分ゲーム実況者が来てくれるって信じてる俺。たまにゲームするとね、YouTuber ですって言ってくるやついる、たまに。マジで。PUBG とかやってた時。配信してますけど大丈夫ですかって言って。もう大丈夫ですよ、つって。調子はどうだ、トモよ。おいも、P。ブラックアウト。めっちゃ人気じゃん。即100人集まってんじゃん。うん、集まるのも早いけど死ぬのも早いみたいなね。確かに序盤に50人ぐらい一気に死んだ。ちょっと待って、もう降りてるんだけど。どこ行った、どこ行った、いたいた。とりあえずよくわかんないからついていくっていうね。いやめっちゃなんか降りていってる人いるじゃん。ほぼほぼやってないからなぜかトロフィー獲得しちゃったんだけど。やってないのがバレるっていうね。ちょっと待って、ここに来いみたいな感じでさ、うん、あれ立ててんのに来てないっていうね。いやこれこっちに降りよう。何四角で開けるのか。やったライトアーマーとか手に入れた。ここって結構いっぱい来るとこじゃない。ここ、うん、敵がマジでそれは困る。まもなく砲撃が起きるだろう。指定された戦闘への移動を推奨する。あのさ、武器が落ちてないんだけど。とりあえず武器はナイフでいいかな。基本的に落ちないやん。え、やっと武器を拾った。とりあえず何でも拾っとけばいいよね。え、そうね。拡張バレル。この弾拾っても意味ないっていうね。なんか弾はインベントリ圧迫しなかったはず。そうなんだ。弾は各あのミリ数の違う弾全部200発ずつぐらいやったかなまでは、うん、勝手に使うマックスで持てるみたいな。やばい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 。なんかクマさんがいたからさ、クマさん見てさ、なんかやってたら終わっちゃった。弱ったね。
これ何戻れないのかな、もう抜けれるはずだよ。ダーとかセレクとか抜けれた抜けれた。これはちょっとブラックアウトは厳しい。やっとゼロキルだ。ちょっともう一回だけやってみよう。なあ、やってもいいけどアンロックするの大変そうだな。PC 版でも結構大変だったし。何が武器とか。ああでもランク上げるの大変だった気がする。俺買って最初か、うん、いっちゃん最初の時が、あのなんていうの、検知倍みたいな。ああはいはい、そのいっちゃん最初のそのイベントの時にやってたから、うん、ハロウィンぐらいまでやってたんだよね。あでハロウィンコンプしてから別ゲーやってて、うん、今まで放置みたいな。うん、デュオだったのにソロなんだけど。それに変わったね。侵入し、確保撃破せよ。リフター11は現在。めっちゃ降りていくじゃんみんな。準備でき次第降下せよ。どっかに激戦区があるんだろうね。うん。あえてあんまり降りなそうなところに。ってみるっていうね。うわっやばい、結構何人か降りていってるぞ。俺と同じところ狙ってんのか。来ちゃうのかこいつら。しかもなんかみんな早いんだよね。ああ早く降りる方法すら俺知らない。多分トイレの中にいい武器が。よし、もうこれで勝てるわ。むしろさ、うん、ここにこもってさ、こうやっとけばさ、絶対さ、報告、まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。来るかな人。いや多分来ないんじゃない。トイレ。あの何か降りてたんか。うん。セーフゾーン。セーフゾーンは確か行かないとあれだよね、なんか毒みたいな感じで死んじゃうよね。そうだね。もう30人ほど追い聞きになられてる。どの辺リハや。もう半分ぐらいになってきてるもんね。みんなが打ち合ってどんどん死んでいってくれれば、うん、何をしなくてもこの辺いそうだな。そうだね。
外に出た。ホロって書いてあった。ああ。けど塔意外と開いてないね。サークルの崩壊が始まる。ちょっと待って、早くない？ん？通信、サプライドロップが来るぞ。これどこ？今俺セーフゾーンに入ってるのかすらわからないっていう。あ、もうちょっとだ。これ乗っていくか。乗り方わかんねえ。とりあえず半分いったね。そうだね。まあでもこのバトロワのいいところはさ、うん、敵に会うまでまったりしてるから、まあそのなんつうのあれがいいよね、ゆとりあるっつうか、敵にあったらもうすぐだけど、もうすぐだからね、やるかやられるかだ、うん、とりあえずこの建物の中に忍び込んでやり過ごしたいんだけど、うん、絶対誰かいるよね。どうだろうな。待って、これたまないんだけど。やばいわ。閉めとくか。フラグ。なんかあるよ。ん？外になんか。誰も来てないっぽいね。そうね、これでいたら陰キャだけどな。とりあえずここにこもっとくわ、一時。とりあえず死ななきゃいいんでしょ。そうだね、死なないで残り10人ぐらいになったら。お、なになになに、あ、俺がやったのか。とりあえず反対側の建物に行ってみよう。とりあえず拾えるものは拾って、外側になってないですよ。あれ武器2個まで持てるよ。あ、そうなの。うん、切り替えれば。この辺で切り替えるってこと？さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに移動しろ。何これ、すごい。よっしゃ。5.56 とか、俺9ミリの弾欲しいんだけど。すごい。やった、9ミリの弾ゲット。
ライトアーマー、どうやって武器切り替えんだろうな、分からん。なんか音するんだけど、誰か来てんのか。どうしてる？なんか扉を開けるような音がちょいちょいするんだよね。あー、ちょっといるかもね。なんでここ壊れてんだろう。あ、壊れてんじゃないか。てかそろそろあれか、セーフゾーンに向かわないって。おマジで？後ろおったんか。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。しかも2人いたのか。くそ、俺が頑張って貯めてきたの。絶対さ、難しいよ。ああ、あれだね、デュオを一人でやってたんだね。うん、抜けたんだな、一人。まあやっぱ死んでも生き返れるシーデスとかが至高よ。ゾンビ行ってみるか。ゾンビ確かにむずいはずだよ、かなり。ゾンビいまいちルールわかんないんだよね。確かにそれはわかる。もうなんかすんごい、なんかいろいろ仕組みがありすぎてわけわかんない。もうモードの時点でわからないもん。うん、なんかすんごいいろいろあるもん。なんかなんだろう、どれがいいんだろう。ああ、いろんな物語があるってことね。なんとなくこれがデフォっぽいからこれやってみよう。これ人集まんのかな。ああ、でもソロのやつもあるよね。そうなの。クラス作成がまず意味わかんないもん。わかる、それ。なんかもう神々の中あれみたいな感じになってもんね。うん、この何パークとエリクサー。うん、まったくですよ。ダメだったらもう来ない。やっぱチーデスだな。チーデスやね。ゾンビはね、多分流行ってないもんな。うん、ちょっとなんか普通になんか敷居高い感じあるしね、まずちょっとね、初心者には厳しいものがある。なんかみんなランダムに入れてる。ブラックマーケットは、あ、 PC 版もブラックマーケットあるの。あるよ。お、俺それであれしてるもん、キャラのあれ書いてる。テンペストとクラッシュだけ。絶対さ、この8とか14とかさ、うん、
あれだよね、サブキャラとかそういう感じの、そうね、カタカタだよね。メディックは任務に就く。すごいな、今上り1万出てるよ。おう、いいね。やっぱこの時間帯は快適っすね。快適。チームデスマッチ、マーセナリーどもを皆殺しにしろ。こちらが優位に立っているぞ。怖くていけない。なんか引っかかってたから敵かと思ったら、普通にアサルトパックを用意した。ずれてるね。ちょっと待って、なんか敵なのか味方なのかよく分かんなくなってきた。なんでだ、何枚が出てない、名前が出ないと敵なのか味方なのか分かんない。確かに、さっきなんか設定のところやってた時に名前が消えたのかな。うん、多分フルネームが多分消しちゃったんじゃない。プロフェットを仕留めた。ガチで分からへんのこれ。これを見て分からへん。打たないと分からへん。腕が赤いのか。敵のヘルストーム接近。ああ、そういうこと、うん、もうすんなね、腕輪を見てる余裕がないからね。味方は何も光ってない。敵は若干腕が赤く光ってる。負けるときとかはね、感度下げるといい。キル確定。こちらがリードを奪った。やられちまった。スティック入力が入りすぎて、テープが外れちゃうんだ。アサルトパックを展開。取りに来い。
主導権を失った。セロ俺にやっちまえ。前方に敵だ。当たんねえこれ。多分これ敵だろ。エネミーダウン。システム使用可能。合わないね。リロードするタイミングしくったわ。じっとしてろ。直してやる。この犬すら敵なのか味方なのか分かんない。入れてみようかな。あれやったら敵が上空にドローン部隊を展開。でもあれだよな、うん、あれやんないといけないんだよな。補給だ。早い者が来たぞ。どれ、あのプラス会員。うん、 RCXD を操縦する。なんかこの前入れたらとりあえず1年分のやつ入れたけど、敵のヘルストーム接近、2ヶ月を負けみたいな感じで。あれは仕留めたろ。上空に敵の UAV。 やってみるわ。恐れている。やるべきことは分かっているな。敵の RCXD を発見。これで慣れたと思う。三枚そうだな。負けたな。生存者は帰還し報告せよ。ほぼほぼ当たってないのに、なんで敵が倒せるのかわかんない。若干ラグがあるからな、このテストプレイは。まあ、相手画面で当たってんだよ、多分。ああ。うん。でも俺、スプラトゥーンでやったけど、どうやったんだろう。ちょっと、感度5にずらして。うん。どこだったっけ、名前。あ、プレイヤーフルネーム。あ、さっきあった。グラフィックにあった。フルネームになってるから、フルネームってことだよね。省略アイコンのみ、フルネーム。
そうね、さっきされてなかったよね。うん、ここデフォルトにすりゃいいんじゃない一回。デフォ？うん、でもこれって全てデフォルトになるんだよね。ああ、そっか。60のバグじゃない、バグ。ああ、でもこっちとかは反転とかになってるから OK だわ。これで一発やって戻ってればいいけど、戻ってなかったらもう最悪ってやつだよ。俺ずっと味方ができるか分かんないのを打ち続けないといけない。あれじゃん、ハードコアやってたとか。あ、いや、普通にコアだと思うけどね。あ、だよね、じゃないとワンパンだもんな、ハードコアだと。うん、まあ一発当たって死ぬからな、ハードコア。ハードコアは基本的にやらないもんね。あれやばいよね。うん、だって死ぬもんな。一回だけやって、うん、これは俺がやるやつではないなって思った。しかもあの HP とか全部わかんないしさ。そうそうそう、感覚でやんないといけないもんね。装備とかのあれもわかんないし、本当に難しい、あれは。さあ行くぞ。で、何の鬼畜系なんだと思う、あれ。あれ SR とかがもうマジ強すぎるよね。強いね。一発を当てれる武器が超有利だもんね、正確に。AR とか SMG とか別にあんまり持つ意味ないもんな、あれ。チームデスマッチ。マジで SR なんかうまいこと使えるようになったらかっこいいけどね。そうね。こちらが主導権を取った。戦況は悪化している。全然敵いないんだけど、どこ。お、あ、でも今回なんか名前表示されてる。こちらが優位に立っている。あ、そうだね。難しい。おっと。ちょっと戦線離脱しそうになった。センサーダートを使う。何もいない。こちらが主導権を取った。全くいねえな。ちょうど敵と噛み合わないように俺立ち回ってるんだろうね、きっと。そういう時あるよね、たまにあるよね。うん、味方についていくか。クラスターグレネードを投げる。え、こっちからも味方が来るっていうね。抜けて人数少ないとかかな。ああ。補給屋が回転だ。ゼロが移動してる。久しぶりに敵に当たって勝てねえからね。
今のはしょうがない。敵を排除。厳しい厳しい。優位を失った。フラグさ、避けきれなくない、なかなか。ああ、そうね。じゃあラグある、ラグっつうか爆発するまで長いしな。うん、なんか爆発のタイミングとか変えれるもんね。はい、これ何生きてんのかよ。本作さ、なんで犬の弱体化入らないんだろう。犬強すぎよな。うん。敵が上空に CUAV を展開。敵の UAV が旋回してる。任せろ。UAV の攻撃だ。敵の UAV ダウン。カウンター UAV を落とした。補給屋が回転だ。センサーダートを発射する。みんな頑張ってくれ。そこまで変わらないっちゃ変わらない。エイジャクス。敵の UAV が旋回してる。敵のマンティスが接近。うるせえな、これが終わったらそろそろ寝ようかな俺。俺もとりあえずこれ終わったらまた別のゲームでもやって遊んどこうかな。明日休み？土曜日休みだっけ？俺土曜日は休みだよ。ローマシーンだ。ピースホーキーどうして入れるだけ入れとこうかな。マジで長いだろうし、ダウンロード多分クッソみたいに長いと思う。しかもあのアップデが何回か入ってるから。アップデ1回10ギガだもんね。本当にやばい。補給屋が回転だ。センサーダートを使う。そうだ、敵を排除。普通にモニターに、うん、キャプチャしてて、うん、両方を変え映してて、うん、ディスプレイポートと HDMI で、うん、同じモニターに差しといて、うん、タコム現在地に UAV を投入しろ。やってるときはで、あれか、普通は倒したぞ、敵で、うん、でゲーム画面見ながら通話できてたわ。そういえばなあ、画面切り替えたときだけなんか
配信側はブルー画面、ブルースクリーンになるんだけど、うん、切り替えた瞬間、だけどその後は普通になったんですよ。なるほど。